どうも恋桜です。もうそろそろこんばんはっていうような時刻ですかね。ねもう見てください、ね、台風一過、台風が過ぎてすっかり青空、ね、これ見える皿倉も綺麗ですよ。肉眼で見たらもっと綺麗ですよ。まあね、今日は朝一で会社のね、あのフロントから電話があって、やはり交通の関係で、もう昨日の段階からですかね、JR がもう午前中ダメみたいな感じで、今日はね、ちょっといつもより早く出て、まあ自分がね、もともと担当してないような業務がほとんどやったんですけどね、来れない方たちのために、まあちょっと頑張ってね、それから、ちょっとね、お昼手前に10時11時ぐらいにはね、あの来れる人たちは来てくれて、で自分は12時に上がることができました。まあね、その頃にももう作業中でもそうですけど、多少の雨はあってももう風なんかもそんなに強くなくて、まあね、JR が止まっとうから来れなかっただけみたいな感じで、そんなに被害はなかったけど、でもやっぱりね、職場ね、行ったら、まあ、いろんなものが倒れたりとか、そんなんはしてましたね。ちなみに自分のとこのベランダで栽培してるやつも、ちょっと倒れとるやつもあったけど、別に全然被害はないです。倒れとうのを起こしたら、ただそれで大丈夫やったっていう感じで。じゃあちょっとね、ピーマンの方がまたちょっとね、実がいくつかついてきたんでお見せしようと思います。ちょっとね、ピントがね、あれかもしれんけど、これ見てくださいね、これかわいいのがまたできてます。でもこれね、あれよ、こないだのと違うんですよ。今朝っていうか、お昼か、お昼帰ってきてみたらついてて、ここにもね、ちっちゃいのね、これもちっちゃいので、こないだついとったのはもうこれ、ちょっと少しまだ風があるんですけど、これがこないだの、やっぱりね、少し大きくなったのと、その上にもまた1個あって、その上にもこれまたつくと思います。で、他にもね、もうこれね、結構の量できますよ、おそらく。で、いらない葉っぱなんかはちょっとね、切っちゃった方がいいんかなと思っとんやけど、うん。お水は明日の朝やろうと思います。天気がね、もう持ち直して、明日もあれなんで、今日はね、朝やらなかったんですよね。雨もあったんで。だけど、いっぱいね、本当に、多分ここにね、ある花のとこも、もう一個、ついてきとるもんね、これ。うん、これ。もうちょっとこれ、周りね、もうちょっと取っちゃうかね。うん、これ。いや、でもね、嬉しい。これもう実がならないんかなとも言ったのが、あ、ここにもほら、ここにもあるよ。結構ついてくれとる。ここにもあるし、いっぱいあるよ。これがね、どのくらいの大きさになってくれるのかがね、やっぱちょっと楽しみですね。で、今日はね、トマトはそんなに変わり映えまだしてないんで、今日はね、このピーマンだけ、うん、成長具合明らかに育っていってくれてます。明日からね、もうね、今日のお昼からっつってもいいけど、5月、15日、来週のまでお休みなんで、まあ、とりあえず今日はこのまま、ちょっと後で買い物行くかもしれない。で、明日はどうしよっかな。なんかね、お盆やから、ちょっと実家というか、ね、
小屋のとことかね行ってみようかなっていうのもあるんやけど、まあ行かないかもしれないんですけど、で、あと13日なんかね、関門海峡の花火大会、結構ここもね1万何千やったかな、結構ね打ち上げるんですよ。ただ人がめちゃくちゃ多いんで行くかどうか迷ってます。行くとしたらライブ放送しようかなと思ってます。うん、まあ明日はどうしようかな。夜ね、久しぶりっちゅうか2週間前行ったのかな、炊き出しボランティアに行くかもしれない、行かないかもしれない。まあ明日によりますね、天気によってね、ちょっとへばっとうかもしれんし、暑いからね、またしばらく暑い日が続くんでしょう。じゃあ今回のね、今度の休み11から15まで5日間あるんで、どこか行きたいなとは思ってるんですけど、どこがいいかな迷ってます。あんまりお金使えないんでね、うん、9月のちょっとこともあって、9月もちょっとなんか予定考えてるんで、ね、9月になったら少し涼しくなるし、また10月もね、本来ね、秋から冬にかけてとかね、イルミネーションなんかも今年も撮っていこうと思ってるんで、まあ、そんな感じで、皆さんはね、そろそろお盆休みに入っていくと思うんですけど、関東とか東海地区の方に、ひょっとしたら東日本、東北方面にも影響があるかもしれませんけどね、台風7、7号か、7号もね、勢力をね、大きくしながら上がっていってるんで、15日ぐらいって言ってましたかね、上陸しそうな雰囲気ですから、休みの終わりがけ、うん、ちょっと交通渋滞と被るかもしれませんけど、まあ、皆さん、お気をつけてくださいね。計画的な行動が大切じゃないかなと思ってます。じゃあ、この辺で。